はい、どうも横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日もね、詰碁講座ということでやっていきたいわけですけども、その前に一つだけご案内の方をさせてください。ちょっと2日ほどね、動画の方お休みしてたわけですけども、実はですね、このいよいよ YouTube チャンネルの第4弾となる書籍化決定しまして、その仕上げでちょっと昨日一昨日ね、ぶわーっと最後の確認をしていたわけなんですが、ついに予約の方もですね、開始いたしました。今回ね、どんな本書いたのということで、ご存知ない方もたくさんいらっしゃると思いますので、まずはご紹介の方をさせてください。こちらです。そうです、今回は漢図譜入門ということで、漢図譜がね、素晴らしい問題集だっていうことはもうね、かなり多くの方が知られていることかなと思います。まあなんといっても320年以上歴史があって未だに活用されている本だよっていうだけでもね、もうこれは疑いようのない、価値のある一冊だということはお分かりだと思うんですけども、ただしやっぱりね、実際この動画でもなんかね、買ってくださいなんてね、非常にいい本ですよなんていうお話した時もあるんですけども、そもそもやっぱりね、すごく難しそう、全部をやろうとなると難しそうですし、まあそもそも入手の方法が分かんない、困難で入手が困難だよということですとか、まあ、あとは問題数がね、実際のやつは多すぎてなかなかちょっと尻込みしてしまうよなんて方も非常に多かったわけですね。ですので今回は漢図譜の中からですね、比較的優しめの問題とか、ちょっとね、難しいのももちろんあるんですけども、感動しやすい問題、そんなものをね、私の方で厳選をさせていただきました。100題ちょっとね、厳選の方をさせていただいて、それらの問題をこう取り組めるよっていう一冊になっております。ということで、やっぱり動画で見直すっていうのもね、もちろん全然いいんですけども、ただやっぱ復習となると動画だとやっぱどうしても時間がかかってしまうところもあるんで、本でサクサクね、正解だけ知れればいいんだよと、確認だけしたいんだよ、復習にはやっぱり本がね、持ってこいということになりますから、ぜひとも漢図譜シリーズ面白いし、一家に一冊漢図譜っていうのはね、もう昔から言われてることでございますから、ぜひともこのシリーズをまとめた一冊お手に取ってご覧いただけたらと思います。ということで、まずはこう予約開始ということで、概要欄にですね、マイナビさんの予約サイト、アマゾンさんの予約サイトということで貼ってありますんで、でマイナビ出版さんの方のね、サイトに行くと一応サイン付きということで、そういった書籍の販売もしてますんで、もしよかったらですね、見に行っていただけるだけでも構いませんので、概要欄から見てみてください。ということでね、いよいよ4冊目、書かせていただきました。本当にこの YouTube チャンネルのおかげで、見ていただいている皆さんのおかげでね、こうして、いろいろなことに挑戦できておりますんでね、これからもですね、いろいろな発信をして、それが皆さんへのね、恩返しにもなると思っておりますんで、引き続き頑張ってやっていきたいと思っております。はい、ということでお待たせいたしました。さあ、この間に解きましたでしょうか。これ黒板でね、よく出てきそうな形になるわけですけども、白をうまくやると、さあ取れるのか、果たしてただ白にもいい受け方があってこうになるのかということなんですが、さあまたね、これ答え聞く前にゆっくり考えたい方ね、動画止めて考えてみてください。さあということで、この動画では答えの方を見ていきます。さあ、この問題初手はね、そこまで難しくないです。初手はもう一番素直に打っていただければいいのかなという感じがいたしますね。はい、初手はまずはこちらにコスむ手が正解ということになります。さあ、この問題ね、初手というよりも次の白の手が難しいんですね。結論から言うと、コウが最善になるわけですけども、これどうやったらこうなのかというところですが、まずはね、一番自然なこの受けから見てみましょう。これに打ってくれればですね、押さえてくれればこの白は全て取ることができます。これはもう実践で非常によくできるんで、ぜひとも覚えておきたい手順ということになるわけですけども、これ跳ねて、駆けついできたら、それからもう一度跳ねまして、そう、跳ねて跳ねてスペースを狭めていけばいいですね。それから隅の急所は2の1ということで、こういった跳ねのね、取る手は駆け目ですから、そんなに怖くないんで、跳ね1本だけ打つのが大事ですね、こいつ詰碁ではね。で、それから白がこんな風にここに目を作るぞなんてやってきましても、これは元をぐっとつないでおきまして、さあここに入ってくると駆け目だからつなぎたいんですけども、すると当たりになって、ここは駆け目になるわけですね。ということで、ここ2個取られても1部屋ですから、この白全部を取ることができますよということになります。ということで、押さえに対しては跳ね跳ねで取れるよということで、あとはこの辺りですかね、このような手もね、ちょっと一工夫ということで考えられるわけですけども、さあこれにもですね、やはり跳ねから打っていればいいですね。跳ねて、やはり何かね、駆け継ぎとかで目を作りに来るわけですけども、するとそれからこちらの方にですね、急所に置きまして、例えばこのようにね、打ってきましても、やはりここでグッと元をつないでおいて、例えば白が、こんな感じでね、隅の一眼とここ一眼だぞって言いたいわけですけども、すると放り込む手がありますね。放り込んでおいて、つなげませんから、取らせてから当たりということになりますね。はい、ということで、コスミに対して押さえる手とか、こういった手は白としては取られてしまう、無条件ですよということで、白もこちらに受ける手が非常にうまい受け方ということになります。で、このように打たれると、黒としても無条件で取りに行くのは難しいんですね。で、どうやってこうになるかと言いますと、跳ねて
それからこちらの方に駆け継ぐ。さあこれが一体何なのかというところになるわけですけども、つけていくのが、一番ね最強の一手ということになるんですけども、ここで白もこちらに打つ手があるんですね。ここにまずもう1眼作っちゃいます。でこの1個取られるからって言ってこんな風に逃げて帰るとこちらでもう2眼の生きになってしまいますね。ですから黒も跳ねる、そして白が取りに行く、そしてこれ隅のね形はこれこうになるんですよね。これ2つですけどもね。なんでここで取った取られたの小争いが始まるよということになりますね。はい、ということで、この形はですねコスミがうまいんですけども、白からもコスミがなかなかね非常にうまい手ということになります。で例えばこれ跳ねてからですねこんな風につないでね、取りに行くような筋もね、考えられるんですけども、これにはですねこちらに受ける手がありますね。こちらに並んでおきまして、例えばそれから、つけていきましてもこれ取られて、そうここを取った時にここは目ですよね。うん、なので、なかなかここのね放り込み用の筋があっても崩せないんですね。でここダメが空いてますからこう打っても当たりになってませんので下がられてしまって、まあ、それから当ててもですねこんな風になって生きられてしまうよということになります。はい、ということで今回の問題はいかがだったでしょうか。まあよくできるね詰碁ですから、このあたりはぜひともね、なんとなく形で知っていきたいという問題になります。はい、ということで今回はね冒頭にもちょっとね、新しい書籍の宣伝の方させていただきましたけども、ぜひともね今回も多くの方に手に取っていただいて、私もねまた5冊目、挑戦していければななんていうふうにもね思っておりますんで、マイナビさんね、聞いてますかね。マイナビさんちゃんとねあの5冊目ね私頑張りたいなと思っておりますんでね、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。毎日ですねいろいろな動画上げておりますんで、ぜひともチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。それではぜひとも概要欄チェックよろしくお願いいたします。ありがとうございました。